配布されるのは1世帯当たり1キロの玉ねぎ、富良野市のすべての世帯1万900世帯が対象です。 JA 富良野が自粛生活を余儀なくされ疲弊する市民に少しでも元気になってほしいと、地元特産の玉ねぎおよそ11トンを市に寄贈し、市が配布をしているものです。普段は買ってるので助かります。カレーライスにします。いや玉ねぎはない何個あってもいいもんね、うん、体にみんなで頑張らないとね、もうちょっとね。配布は3つの密を避けるために今日と明日の2日間に分けて市内の13の施設で行われます。